夫婦同姓は合憲、東京地裁、夫婦別姓で。本日、サイボーズの社長らが戸籍法の規定で日本人が外国人と結婚するときには夫婦別姓を選べるのに、日本人同士の結婚で選べないのは憲法違反だとして国を訴えていた問題の判決が出ました。東京地裁は、そもそも日本人と外国人の結婚については、 民法が適用されないと解釈され、日本人同士の結婚の場合とは状況が異なる。結婚後の夫婦別姓を認めなければ法律上の名字が二つに分かれ、そのような事態は現行法で予定されていない。夫婦別姓を認めないことには制度上合理性があるとして、戸籍法は合憲であると判決を下しました。こちら、 この夫婦別姓、民法についても裁判で争われましたが、民法の規定は合憲であると最高裁の判決が確定しております。また、夫婦別姓について一昨年内閣府が世論調査を行った結果、夫婦が希望した場合に別の政府を名乗れるよう法律を改正しても構わないと答えた方が42.5%、 結婚する以上、夫婦は同じ名字を名乗るべきで法律を改正する必要はないと答えた方が29.3%、夫婦は同じ名字を名乗るべきだが、結婚前の旧姓を通称としてどこでも使えるように法律を改正することは構わないと答えた方が24.4%となり、夫婦は同じ名字を名乗るべきだと回答した方が に上っておりますこの夫婦別姓の問題、国民の過半数が夫婦同姓を支持しており、さらに本日東京地裁も夫婦同姓は合憲であるとの判断を下しておりますので、こちら、夫婦別姓を訴えている方々、 感情論ではなくて、今回、裁判所は、冷静に法律、憲法に基づいて、今回もですね、判断を下しました。現在は、結婚しなくても、事実婚という形もあり、例えば、高須委員長の場合、ツイッターを見ておりますと、も奥様とラブラブで、夫婦というよりもカップルという印象を受けるんですが、 そういった愛の形には様々なものがございますので、何でもかんでも国のせいだと言って、こういった裁判を乱発しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。